ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしてます。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、サッチーこと音のサチと、ハナミンこと花瀬ミクと、山本ナナミの4人がお送りしています。せーの、始まるばーい。お送りしております、音の幸でございます。現場の花瀬美久さん、362 364 365 366。はい、花瀬美久です。今腕立てしてよ900何十回させられています。ちゃんと動きうるなので、あ、動いてるんだ。あ、本当だ。諫早には行けませんはい、というわけでこれは OK な皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージなどなどいっぱい送ってほしいです。メッセージはファックス0957-27-0840 27-0840、メールアドレス niji@771fm.co.jp FM 諫早のホームページ、アプリからも受け付けておりますので送ってください。待ってます。それではここで聞いてください、ミルクセーキで日曜日は大嫌い。一周長いということでね、フリートーク、フリートーク伝わらんけん、顔あの先ほどね、第一部の寸劇では花瀬美久さん役を、はい、あの南キラさんが務めて、うん、名女優やったら、名女優やった、ね、今日美久ちゃんお休みなのでね、うん、はい、お電話もしません今日もうね、じゃあもう腕と手で両手使えんけんね。そう、使えんからね、うん、もう足取るよ。いや、本当にフリートークで全くお題がないんですよ、うん、はい。最近どう、ななみさん。でななみさん、違う、ラジオでさ、ななみちゃんいるみたいな、結構ついて寝てるみたいな、それるやん。寝てないです。ななみいつもだって収録の時さ、
ニヤニヤしてるもん、うん、でもさ急にスイッチが入ったことさ喋り出すやん、うん、はい、言っていつもスイッチはオンにしといて、うん、はい、オンにしました。おじゃあどうぞ。おお、はい、最近、うん、なんか学校がとてもいい感じです。どういいのよ。なんか仲なんか隣のことだいたい最初喋るじゃないですか、うん、そうね、でそれでなんか合わないのかなとも思ってたけど、うん、最近よく喋るようになって、うん、一番よくいるから、うん、学校いい感じ。よかったね。学校いい感じなんだね、うん、その一番仲良さげな子はどんな感じの子なの？おとなしいけど、うん、いるじゃないですか、なんか見た目はおとなしいけど、うん、なんか話したらやばいみたいな、だからそういう感じの子です。ななみのことそれ。似た者同士じゃない。はい、なんか最近の近況です。最近の近況、じゃあなんか聞きたいこと何でも聞いていいよ、今だから聞けるこんなこと。え？もう私に振らないでくれ。私さずっとさ言わんやったっていうか不思議やったこともあるんだけどさ、はい、ナナミオーディションの時にさ、はい、最後にさ私さ、はい、最後になんか聞きたいことあるって聞くやん。聞くやん、はい、それはさうちのさオーディションのシステムってさ最初にさミルクセーキの注意事項みたいな、こんな感じで活動してますみたいな、うん、でこの内容で本当に受けていいですかみたいな、はい、でオーディションの審査して、はい、であと最後になんか聞きたいことないですか、例えばメンバーの仲がいいですかとか、なんかそういうこととか聞かれたりとかするわけ、はい、たらさナナミさあのナナミ多分2人やったよね、はい、受けた時ね、2人、もう1人、まあ、多分2人グループで受けて、はい、もう1人の子もなんか聞いたよね、はい、それなんかミルクセーキのことをなんか忘れたけど聞いたよ、ね、であとはって言ってナナミちゃんはなんかあるって言ったら、あ一個聞いていいですかって言って、なんで売ったと思う？なんかその子があれですよね、嫌な夜ご飯は何みたいな、それはあの面接の質疑応答の中でね、それで、うん、それを言って、うん、それが分からなくてって話ですよ。そしたらその子のそう、そのもう一人の子が質疑応答の中でいろいろ聞くやん、なんか今マイブーム何とかさ、うん、でその中で好きな晩ご飯嫌いな晩ご飯みたいな話を何って言ったら、その子がなんかそのお家でこういうのがあってこういうのあんまり好きじゃないですって、なんかヨシケイさんをお願いしてて、あんまりヨシケイさん好きじゃないですって言ったんや、うんうんうん、でヨシケイさんは多分分からんやん、ヨシケイさんっていうのは宅食でなんかこう家にメニューをもう持ってきてくれるみたいなやつなんだけど、言ったら最後聞きたいことあるって言ったら、ナナミがすいませんヨシケイさんって何ですか。やば、後でググれ。なんでですか。それはヨシケイさんはもう、うん、なんだと思ったの、なんか本当に分かんなくてここで聞いちゃえと思ったのか、それかミルクセーキになんか関係あるあれでヨシケイさんっていう人かなんかだと思って聞いたの、それかちょっと言っといたらアピールになるかなと思って。そうなんですよ。ミルクセーキに関係あると思って、はい、なんかよしアピールだよアピール、いやなんか普通に気になったのと、うん、まあ、調べればいいだろうって話だけど、うん、そこを調べずにあざとく、あ、そうそうね、オーディションで聞いたら、うんうんうん、こいつやばいなって思われるかなと思ってちょっと言ったところもあります。この人ね、オーディションの時めちゃくちゃ喋り倒したんよ。へえ、じゃあ喋ってよ、うん、で自分でも覚えてるでしょ、喋ったよ、喋り倒したんよ。マジ喋りすぎましたね、ずっと喋ってたもん。へー、あ、逆の果てにヨシケイさんって何で。それはなんかさ、静香さんじゃなくて終わった後にその一緒に受けたことにさ、ねえねえヨシケイってさっき言ってたけど何って感じやん。それじゃ面白くないよ。オーディションのね、その審査員にね印象を残すっていうね。へえ、まあよかったね、印象には残って。残ったよ、それでよかったんじゃない。私の受かったポイントはヨシケイさん。さあ、ね、ちょっとさ、これミクもおらんしさ、こうやって話してほしいんだけどさ、うん、ちょっとせっかくやけん、なんかぶっこもうかなと思って、ぶっこみぶっこみぶっかけ、さあ、久しぶりにやろうかな、ぶっかけうどん。それでは参りましょう、カタカナ禁止でらーんスタート。今から、もう今、まだよ、まだよ、まだ今はいいけど、今はいい、今はいい、イングリッシュプリーズ。そうそう、イングリッシュプリーズ。おー、イエー、イエス、イエス、あの、アイシー、アイシー。例えば、文字にした時に、カタカナになるのは全部ダメ。オッケーオッケー、アイシー、アイシー。ドキドキとかワクワクとかもよ。オッケーオッケー、オッケー。わかるね。オッケーオッケー、アイシー、アイシー。
うるせえな。顔がうるさくなってるよ。OK。あいつ。やべ。さあ、それではこれ、どうしようかな。じゃあ、待って待って待ってね、痩せは？痩せはひらがなで。あ、よかった。痩せ is ひらがな。OK、痩せひらがな。うるさい。10円換算にする？1回10円。おう、1000円。うるさいね。罰金換算で、例えば10回言ったら100円になるやん。うん、その額を他のメンバーにうるさいて。おごる。だけど10回やったら300円罰金になるね。はい。で、100円ずつおごるね。おう、ペイマイ。税込みよ。オッケー、タックス、タックスフリー。うるせえな。いくよ。はい。それでは。静香さんもですか？バカじゃない。静香さんダメよ。静香さんは静香だよ。静香さんカタカナよね。カタカナだけどでもいいよ、ひらがなにして。それはいいけど、人の名前は。林田さんだよ、林田さん。林田さん。私がいつもみたいに、ああ、もうこんな時間のな、さ、出すよね、合図をね。その一個前に、私がパッてやるので。パもダメよ。それで終わり？そう、終わりっていうのでね。あ、じゃあ、メッセージいつでも待ってるのでは言っていいんだね。うん、そこはもう言わなきゃしょうがないです。ミルクセーキも言えんけど。はい、皆さん、2、1、スタート今からです。わー。私のカタカナ使うからね。始まっちゃってて。ラオさん、ラオさん、ラオさん。何や？ななみがさ、さっき近況報告したので。近況報告だ。近況報告。近況報告したので。うん。チラッとキラちゃんとサッチーも。はい。いいよ。話してください。よかろう。話してください。いいよいいよ。どんなことが聞きたいんだい？サチはどうよ。私の近況？なんだと思う？逆に。働いてしかないよ。働いてる。しかも、なんなら先週、私の最近、ハマっている事柄について話したばかりだから。なんていうか結構もう全部言っちゃってる感じはするよね。確かにね。ね。確かにそうでしょ？言っちゃったね。どの他と言ったらね、あのお仕事の時に、うん、そう休憩中に結構みんなあのお菓子をね食べたりしてるんですよ、ちょっとつまめる感じのものを、だからこの前あの何でも安くて揃う鳥だけど飛ばない鳥のキャラクター飛ばないけど飛ばない鳥の何それ、わかんない、本当にわかんない、わかんない、青い色の黄色ね、黄色い店ね、黄色い店かな、店赤、結構夜遅くまで開いてる、海の中に潜るけど空は、の電動ですね、安さの電動のお店ですね、そのお店に行って、いっぱいお菓子を買ったの、すごい噛めば噛むほど味が出る感じのお菓子、わかりますか、すごく弾力がもちもちしてるのもあれば、硬いのもあれば、パチッポチッってやつもある、チキが好きなやつね、そう、キラちゃんが好きなやつ、イカか？違います。キラちゃんが好きな、キラちゃんといえばのお菓子。はい、グミですね。そうです、そうです、そうです。私は言っていいから。そう、それを買って、でもその時めっちゃお腹空いてたんですよ。うん、だからね、すごい、3分で作れちゃう麺類とかもいっぱい買っちゃったし。違うの。こう、炊事をサボりたくて、買ったわけじゃなくて、単に食べたいなと思って、その3分で作れる麺類を買ったわけ。なんかそういうのとかはなんかもう、じゃがいもを揚げたお菓子とか、すごい外国から取り寄せた苦いやつを頑張ってねりねりして甘くしたお菓子とか、外国から取り寄せた？ああ、黒っぽくてあの板カカオをね、甘くした黒い板ね、そう黒い板のお菓子とかもいっぱい買っちゃったし、焼いて美味しいお菓子も買っちゃったんだ。焼いて美味しい。その3分で作れる麺類はさ、何系が好きなの？3分で作れる麺類はやっぱり系統はいろんな種類があるやつ、豚骨とか醤油とか海鮮とか、茶色い液体のやつとか、茶色い液体と一緒になってる麺類とか、あと焼きそば、とかかな、主には。で、私食べたことないんだけど、ペヤングって美味しいの？あんまり好きじゃないかも。あ、そうなんだ。やっぱり空に浮かぶ飛行物体の焼きそばが一番美味しいかも。あ、そうなんや。か、一平ちゃん。いやー。違いがわかりません。あ
今なんか言ったぞ。ピアまで聞かれてるから。大丈夫大丈夫。めっちゃ好きよ。でもやっぱりさ、夜空に浮かぶ飛行物体はさ、卵と脂肪がねいっぱいの調味料がとても楽しいじゃない？楽しいね。あれをウェーイ。楽しいね。マヨのことですね。そうだからお空に浮かぶ飛行物体の焼きそばが好きかな。自分でかければよくない？でもそれはさ太いじゃん。そのお空に浮かぶ飛行物体の焼きそばはシャーってこう細いラップに入れてちっちゃく切ってやればいい。あ確かに。そんな手間をかけないでねってね。そうやろ。だからもう何のために3分で作っとんじゃって話になるやろ。そうそう、あのイントネーションで言ったらテレレーイントネーションって言った。2回目。はい、2回目。まあ、私はいっぱい喋ったのでどうぞキラちゃん。はい。私はね、もう、はい、社畜社畜。あ、働いてるね。もう社員かなってくらい働いてる。本当に。もうね、月火水木金土日バイト。そうね、イベントもさ、最近そう。だってさ、イベントがなくなったってみんなでってラインの後にバイト入れていいですか？いや、なんか入れたりします配信とかみたいなって、あ、入れないですか？あ、バイトしますみたいな。バイト。はい、キラちゃん一回。でもさ、ちょっと前も私が学生の頃もそんな感じだったよね。その日ないなら、じゃあ働きます。でもさ、自分でも思うけどひどくない私。なんかもうさ、もう暇がありゃ働くのって感じだけどさ。労働の喜びを感じてるよね。そう、もうね、噛み締め。マジで。噛み締め祭りね。そう、でもマジでね、私のもう、じゃあこれツイッターにも書いたんやけど、なんかね、マジで、あ、マジでって2回言った？違う。鳥のやつ言った、アプリ。あった。今さっきのアプリ青の鳥のこと言ったやん。言った？青の鳥言った。はい、じゃあさっちはプラス1回で3回、キラが今2回で、はい、それで喋るよ、ななみで。イエーイって言った。イエーイって言った。イエーイは、あ、ほらね。あったさ、マジで。もう喋らすんなってね。4回。あら、カウントされたんだ。なんて、私何回カウント4ね。カウントされちゃったって言った。でも、でも言った。でも言った。でも言った。さっちも斜めだし。1回黙ろ。わかった。2秒黙ろ。1、2、はい、OK。そうそうそう。それで、もう暇がありゃ働いてるんやけど、なんかその、労働終わった後に、更衣室に行って、マジで、座り込むんよ、もうね、マジで座り込むの、もうなんかもうね、この世の終わりみたいな、明日のジョーみたいな。明日のジョー？明日のジョー、え、ジョーもダメなんだ、人の名前じゃん。そうだね、まあない、明日のね、ジョーちゃんがさ、なんかもう死んだように座れたりやん。あ、なんか疲れてっていうか、それが幸せみたいな、その疲れを感じれるんよ。あの、地べたにヤンキー座りするんよ。ああ、また言ったよ、本当にもう。バカが。おいで、ね、不良座り。うん、不良座りするやん。そしたら、もうね、全身の一日の疲れがね、足首に全てくるんよ。それが幸せなんよ、すごい。ボクサーなの？いや、マジで、もうね、幸せでたまらんのよ、それが。もう頑張ったっていうのが、あれじゃない、ステージめっちゃ2時間ライブ終わった後みたいな。そうそうそう。でね、私で歩いて帰るか、親がブエって迎えに来るかどっちかやけど、歩いて帰る時の楽しみがありまして、はい、あんね、私はみんなわかるじゃん、私の家の周りまあまあさ大変な道じゃん。まあまあ大変な道を夜もう、しかもさ、もう街灯もないしみたいなとこで、で、なんかもうまあまあ大変な道を、なんかね、自販機で、飲料水。炭酸飲料水を、ウェイって買って、あれな、もう酒。酒のこと持って、で、もうね、もう疲れとうけんね、どう頑張っても千鳥やしないよ。もうね、ふらふら歩きながら、もうね、こう飲む、わかる？言いたいけど。もうこう飲んで、もう顔ごと上に上げて、こう、炭酸飲料水飲んで、ふらふらしながら帰って、もう家ば、もう鍵ば開けて、あ、ただいまつって帰るのが楽しい。酔っ払いのおじさんやん。もうね、で、そう、酔っ払いのおじさんやん。って思ってさ、もう小顔しとったら誰かに見られたらもう終わりばいな、私の人生って思ったい。後ろ向くたい、女子大生ノートさ。
っと待って、やばかって思って、うん、あ見られたって思って、うん、もうねさっきの千鳥足からは考えられんぐらい走って帰ったねそれはこの前の、月曜日いい出来事や、月曜日の話です。やっぱさ、いや、キラ頑張ってるなと思うもん、最近バイト。いや、やばいよね。めっちゃ労働意欲に湧いてるもん、労働、いや、もともとね、労働大好き人間やけんね、うん、なんかもう労働することによって、なんかもう自分の存在意義が感じられるみたいな。労働やだよ。あの、もう本当に大好きなんだよね。好きでやってるからさ。バイトは楽しかったよ。なった今。はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ、でもね、就職ってなったらね、やっぱ変わってきますよね。うん、顔やば、うん、悲しく変わってくるよ。え、ね、何が違うバイトと就職してる自分の、なんていうの、え、なんていうの、一番違うぜこれみたいな、なんだ、何が違うってバイトの時は楽しかったよ、はい、何が違うんや、え、何が違うんだろう。でも誰も知らない、え、友達とかいない、あ、そういうことし、うん、なんていうの、先輩が先輩すぎる、なんかその労働、うんうん、偉大すぎるみたいな、そう、なんか大学生の労働はなんか大して言うたら差がない、なんか離れとって 2,3 年みたいな感じやけど、もう上司やもんね、そうとか、もうすごい、もうすごい大きい会社行ってそこに来ましたとか、うんうんうん、なんかそういう言葉遣いとかもそうだけど、うん、もうね、私聞いてください、あの、何ですか、語とか王を頭につけなきゃいけないんですよ、うん、はいはいはい、こう受けたまわるとか、うんうん、ご購入とか、うんうん、ご挨拶とかね、もう語が出らんのよ、うん、で噛んでなんか言いたい言葉はあるよなんかご購入って言わないけどするやん、そらなんか購入って言う生産になるけど、語をつけないけんって違うことあるけん、ご購入、あ、ごかそれさ、それに当たったお客さんかわいそうやん、笑うやん、でも今はこう練習の段階だから、こうみんなでも引かれながらね、うん、2,3 人のこう集団、うん、よくやった、よく回避したやるんですけど、めっちゃそのお昼の後にやばかったよねってクックってなって、でもなさってるとかされているとか、うん、なさいますかとかも言えんくて、うん、もう早口になってしまうよ、うん、もう大変、どうするの、ナミ、そんなんさ、私労働できませんかもしれないですでもこの前のね、洋菓子屋さんもさ、うん、ひどかったもんね、なんかホールが なんとかみたいなやつ、そう、もう4人前で4号とか言う、うんうんうん、すごかったいじめみたいな量よじゃあその洋菓子屋さん以外やったらさ、どんな仕事したい、うーん、なんかでもなんかさ、うん、大人数を相手にするお仕事よりもさ、うん、1対1とかでさしてそう、なんか、うん、結婚式計画者みたいなやつとか、こう、うんうん、何かを誰か対象の人だけにご提供するみたいな仕事してそう、でもなんか一人でする自信がありません、あー、そういうことか、はい、なんか一人で考えて、うん、こっちに誘導して、うん、こっちに出て、あ、お前も来たかお前も来たかそう、お前も来たか、だから一人で回転、あ、でもやろうと思えばできるので、まあ、できるのでだから、え、でも何のバイトしたい、はあ、バイトつかはい、ここで終了です。さて、結果発表、キラさんお願いします。はい、ななみは3、サチは6、キラは4というわけで、サッチーが60円かける3人分ゴチになります。666アークバイの数字リメイゾン。さて、そろそろお時間となりました。メッセージいつでも待ってるので、気軽にどんどん送ってください。待ってます。それではここで1曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキで手をつなごう。ずっと
サッチンの告知のコーナーです。少し先にはなるんですが、5月29日土曜日は長崎市のブリックホールにて M フェスに出演します。楽しみですねって。チケットの方も販売してます。そう、販売してます。ネットで買えますね。買ってね、はい、ぜひぜひ。ブリックだよ、はい、長崎のマリンメッセ。そう、マリンメッセで待ってます。はい、本当にマリンメッセで待ってます。いや、マリンメッセでやるけ。そう、よろしく。でね、今週日曜はね、撮影会もあるけどね、はい、マジで本当にもうサンキューサンキューありがたい、はい、本当にありがたいことになります。満員に、はい、なりましたのでね、はい、あの、来れないよっていう人はもうツイッターにべったり貼り付いておいてもらって、はい、よろしくお願いいたしたい。ウェブ展開もでも、あ、そうそうそう、ありますんで、そこもね、ピャバッて制服着ちゃうからね、着ちゃうから。しかもね、嬉しいのがちょっと喋っていい？どうぞ。あの、テーマが制服コスって書いてあったんよ、今回、うん、でも制服コスなのって私とミクだけだよね、うん、キラちゃんとの波は制服コスじゃないんよ、うん、制服でいいのに、うん、コスってしてくれてるあたり、うん、あたり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 だってさ、本当の制服着せるわけにいかんよ、学校の。もう、滑舌がもうお祭りあたりが、ご購入は？ご購入あたりが運営さんの優しさを感じた。あー、もうこんな時間、今週のメッセージ大作戦楽しんでいただけましたでしょうか。今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひどうぞ私たちの目的のお付き合いでもその辺。それではまた来週、私たちの長崎から魅力席でした。おせーの、おやすみ席。